吉宗評判記暴れん坊将軍。一度、私の知り合いの医者に。何？西海屋、人間はいずれ死ぬ。せめて生きてるうちは楽しくやることだ。おう。このような訴状が入っているとはよくよくのことであろう。はい、朽木左馬之助の乱業、このまま放置いたすわけにはまいりませぬな。朽木は堺の町を支配する堺奉行の要職にあるもの。公儀の威信にも関わりまするぞ。越前殿、直ちに。いや、まあ、待て。朽木は代々堺奉行を務め、数々の業績を挙げておる。左馬之助の行状は確かに許せん。だが何故そのようになってしまったのか。忠相、その方何か心当たりが。はあ、詳しくは分かりませぬが、数年前奥方を亡くされ、嫡子も病弱と聞いております。あるいはその辺りの事情が。うん、半蔵、その辺りの内情を早急に調べてくれ。かしこまりました。いいか、ここめ組の台所だ。店のいい兄さんたちがいるんだ。どこもかしこも年には値を入れてしっかり作っとけよ。いいな。はい。棟梁もいい男だけどよ、おかみさんもいい女だよな。当たり前よ。何しろな、猿お屋敷の女中奉公してたってんだからよ。そうだろうな。なんだって品があるもんな。どうもさん、どうもさん。おいおいおい、一体どうやっておかみさん届いたんだろう。幼馴染なんだってよ。ガキはいる。うん、いるいる。棟梁にそっくりだよ。異性のいい男の子だぜ。坊主、見慣れない顔だが、どっから来たんだ。お前誰だい。俺はめ組の用心棒で徳田新之助だ。おいらは大工の棟梁の美之助のうちの子分の翔太ってんだ。今ちゃんがめ組の台所を直してんだぞ。いや、そうか。それはそれは恐れ入りました。つまり一の子分というのはせがれということか。はいよ。はい、どうも。そうか、頭は堺行ったのか。そうなんだよ、長男主さんから手紙が来たんだよ。どんな手紙が。堺の町って天領なんですってね。だけど火消しの組合は町の人たちが作ってるんですって。ところが近頃は不景気でね、火消しの費用が減ってしまって人数減らすんですって。
だからね、少ない火消しでどうやったらうまく火が消せるかって、その相談に乗ってもらいたいってわけなんだよ。そうか、そりゃ大変だな。じゃ、当分の間帰ってこないな。あら、新さん、うちのお兄ちゃんに何か言おう？うん、今度深川で新しい火除け師ができたってんで、一緒に見に行こうかなと思ってな。そうかい、そりゃ残念だったね。あ、お手のおかわりどうぞ。あ、すいません。そうですか、旦那そういうことがお好きだったんですか？好きなんだよ、新さんは。あの人ね、ちょっと変わってんの。いや、いいことですよ。よろしかったら足がご案内しましょう。それはすまんな。いや、夕方ご一緒にどうぞ。今晩おいらの家に泊まっていけよ。うめえもん食わせてやるからよ。翔太。早く行くとはどう。で、どうする。早急に養子を入れねばなるまい。口利けも名誉ある家柄、ご重役方からもすぐさま話があると思う。もうこりごりというわけかな。お美代殿も名家の息女、わしもよかれと思うてその方に目を合わせたが、妻子とも早死に。お前にはすまぬと思うとおる。だから今度は余計な口出しはせぬ。その方の思う通りにすることじゃ。では通夜の支度をいたそう。血をもらえば己の立場が弱くなるからな。まあよい、今度は俺の思う通りにするぞ。青木、巳之助の居所は分かってるの？はい、この8年間ずっと監視してまいりましたから。では御前。もう一番それ。今度は本気だぞ。すげえ、こんなの初めて見たぜ。翔太、何事にも上には上があるってことは分かったろ。今日はそのぐらいにしときな。うん。あ、新さんどうぞ。あ、どうも。新さん、何もございませんけど、さあどうぞ。いや、お世話になった上にそんな。あ、それは何ですか。お豆腐の田楽です。お口に合いますかしら。豆腐の田楽。いや、わけも遊びにやりましたから、今日は一つゆっくりやって泊まっていってくださいよ。さあどうぞ。おいしそうだな。じゃあちょっとだけ。うちの人とかしら、子供の頃からの知り合いなんです。同じ町内で生まれて同い年。私もこの人と同じ長屋で育ったんです。新さんのことは頭からよく聞かされてるんですよ。うちの人も私も一度お会いしたいなって思ってたんです。いや、思っていた通りのお人柄だったんで、足もかみさんもすっかり嬉しくなっちまってね。さあどうぞ、もう一つ。さあ、これどうも。でもいいな、深川にいて若い衆2、3人使って大工の棟梁、綺麗なおかみさんに元気な男の子。俺も今度生まれ変わったらこういう暮らしを。おいらも大工になる。
何を嫌がる。寺子屋やりゃ逃げて帰ってくるくせに、でっかいこと嫌がって、こいつ。でね、あ、お寺に竹山忘れてきた。もう、慌てんぼなんだから。だんだん俺に似てきやがるな。うちに巳之助はいるか。いるよ。じゃあこの手紙を巳之助に渡してくれんか。本当にいろいろお世話になりまして、日置家の様子も分かりましたし、大変助かりました。ゆっくりしていってくれるといいんですがね。所用が終わりじゃ仕方がありませんや。この次は泊まりがけのおつもりでお越しくださいませ。どうも本当にありがとうございました。お侍さんが？伊之助さん。お前さん。あ、おじさん、ちょっと行ってくる。新さん、すみませんね。じゃあ。おっと。ちょっと様子が変だな。坊や。そのお侍はどこに？来光寺だよ。お断りです。何を今さら。断るだと？のぼせるの。とにかく妻子ともども明日屋敷へ連れてこい。嫌だ、俺たちは行かねえ。さあ何を言うか。どうしても連れて行くんだ。俺を切れ。伊之助さん、今日はおとなしく帰るんだ。何者だ。俺の名前を聞きたいのか。宝を。話してくれないか。奴らは一体何者なんだ。巳之助さん。くそ、奴らは人間じゃねえ。鬼だ、化け物だよ。確か妻子を屋敷へ連れてこいと言っていたようだが。巳之助さん、新さん、話したくないようだな。すまねえ新さん。ほら、分かった。じゃあこれ以上は聞くまい。しかしどうやら相手は旗本の家臣のようだ。だとすれば力ずくで喧嘩をしても負けるぞ。下手すれば大勢の怪我人が出る。いや、あんただってただでは済まんだろう。いつでも力になる。場合によってはその旗本と会ってもいい。いつでも知らせてくれよ。ありがとうございました。二人の家臣は？一人は長身で45、6、もう一人はいかつく、あまり人相よくありません。そういえば夕方その二人がどこかへ出かけて行きました。間違いないな、その二人だ。左馬之助は今度は自分の思い通りにすると、そう言ったんだな。はい。そうか、こいつはひょっとしたらとんでもないことになりそうだ。よし、そっちの方は俺が何とかしよう。おその、再会屋の様子はどうだ。それが少し様子が変なんです。もちろん朽木家へ来ていましたが、
夜中に裏門からそっと出てきたんです。それが一人じゃないんです。叔父の土屋十右衛門と一緒でした。土屋様、なぜ土屋様の宴席の方をご養子になさらんのでしょう。様の助にも意地があろう。やつは自ら墓穴を掘るに決まっておる。まあ見ておれ、待てば帰るの日和というやつよ。その様子ですと西海屋は土屋十右衛門とも通じているようでした。どうやら左馬之助の背後には古狸が2匹、境奉行という獲物を狙っているようだ。半蔵、お園、引き続きその連中の動きを見張ってくれ。はい。奥方様、一之進様。あの貧相なお姿を、せめてそのこと、わらわだけでも笹山家の気風を保たねば、世間の物笑いの種じゃ。もうよい。この家の者は紙一つ満足に言えませぬのか。あの人に似て不器用な者ばかりじゃ。お金です。椿、これ以上みんなに迷惑はかけられねえ。明日から上方へ仕事行く。当分受け入れねえから、そのつもりで支度してこい。へい。お品、奥です。お品、あなたと新さんのお話を聞いてしまいました。ごめんなさい。あなたは何一つ言わなかったけど、朽木様から迎えが来たのね。私どこまでもあなたと一緒に参ります。どこまでも。おさいさんにちょっとだけ会って参ります。すぐ帰ります。おしな、手出しは許さん。ふざけんじゃないよ。あいつら人さらいだぜ。おさんびん、真っ昼間から何しやがる。何？おう、ここはお江戸の真ん中だぜ。
こんな子供を寄ってたかってどうしようってんだい。バカな真似しやがるとただすまねえぜ。ただではすまん。火消しの分際で。カモン、叩き伸びしてやる。ちょいとあんたたち、めぐみと喧嘩しようってのかい。なめるんじゃないよ。いい気になるなよ。我々は正当な理由あってその二人を迎えに来たのだ。今日は引き上げてやるが、このままでは済ませぬ。あくまで引き渡さぬ時はめぐみであると容赦はせぬ。分かったな。いつでも相手になってやるぜ。巳之助さん、大丈夫か。ええ、大丈夫です。手ぬるい、なぜ切らん。火消しなど切り捨ててもかまわん。しかし御前、我が子を取り戻すのに何の遠慮がいる。世間が何と言おうとかまわん。今さら隠し立てません。しかし何だ。呼んでればなめおって、町人どもが我々に出向かうとは思ってるほかだ。ごめん。あまり時を無駄に使いたく。ごめん。医者。バカ。医者なら境の医者に見せる。明後日境に帰任いたす。それまでに家督の件は決めておく。よいな。それまでに必ず連れてこい。シナと一緒にな。じゃあそのことを巳之助さんが知ったのはいつのこと？あれは9年前の秋の終わりの頃で、俺が仕事が遅くなって家の前まで来ると、お品が行ったり来たりしていて、俺の姿見るといきなり逃げ出して、そのまま近くの橋から飛び込もうとする。お願いしなさい。お品、朽木の御前に無理やりに。それで俺に一目会ってから死のうと覚悟して屋敷を抜けてきたって、そういうんです。足は金槌で頭を割られたような気がして、何しろ足も朽木のお屋敷には出入りしてましたし、御前には世話になってやした。とにかくお品をお屋敷に連れて行きやした。巳之助、品をその方にくれてやろう。未練はあるが、奥が臨機者でな、面倒は起こしたくない。お前なら律儀者ゆえ、品を大切にしてくれよ。百両だ。万が一子供が生まれてもお前の子として育ててくれ。俺は今後一切口出しはせん。御前様。
次の年の5月にあいつが生まれました。あっしは赤ん坊が憎くて何度も何度も殺そうかと。翔太の顔を見てるとそんなことはとてもできやしねえ。品もつらかったんです。足に尽くしてくれやした。本当に死ぬほど足のために。翔太も無心に懐いてくれて、ちゃんちゃんという頃にはもう可愛くって可愛くって、この子には何の罪もねえんだ。お品の子じゃねえか。お品の子、それはあっしの紛れもねえあっしの子なんだってそう思うように。あれからもう8年も経ちました。私たちは幸せなんですよ。翔太は私の大切な跡取り息子だ。立派な大工にしてやろうとそう思ってるんです。そうよ、本当にそうよ。翔太は巳之助さんの子供よ。今にきっとお父っつぁんの片腕になるわ。いい若い衆になるわよ。ねえ、そうでしょう。今さら返せるもんですかい。あっしは今度のことがあってはっきり分かりました。今の幸せを決して話しはしない。どんなことがあったって守り通さなきゃいけねえんだってそう腹に決めたんです。あっしはお品と翔太を連れて神方に行きます。その段取りもつけました。明日江戸を立つつもりです。お前さん、若いもんも連れていくんだ。一緒に来てくれるな。巳之助さん、上方行きは二三日待ってほしいんだ。それまではここにいてもらえまいか。新さん、ここにいればあの連中もむやみに踏み込むわけにはいかないからな。その間に俺が朽木に会って話をつける。新さん、こっちから逃げるという方はない。道理が間違っているのは向こうじゃないか。確かに武士の方で言えば返せと言える。しかし人間の道から外れている。それは正さねばならん。町場のこといえ人目につかぬよう二三人ずつで出かける。め組の裏表を固めてから一気に踏み込むのだ。歯向かう者は気にしてい。はっ。
西海屋め、いつまでも勝手な真似はさせてはおかぬぞ。しかし、なぜ左馬之助の叔父の土屋と通じておるのでしょうな。左馬之助も体の具合が良くないようだ。万一の時に備えて叔父の土屋とよからぬ企みをしているに違いない。今日届きました堺の医者の知らせによりますと、朽木様のお命はあと半年か一年。やはりのう、バカなやつよ。己で己の命を縮めておる。焦っておいでのようにございますよ。今夜にもめ組に押しかける様子にございます。そんなことをいたせば大岡とても黙っておるまい。また万一子供を取り戻したとしても、あと半年か一年の命ではのう。はい、朽木様がお亡くなりになれば、その子はどのようにも始末できましょう。名家の養子では何かとうるそうございます。よく分かっておるの。そうなれば土屋様の血筋を養子に入れ、その方が堺奉行におなりになる。その背後で土屋様が思い通りに。さすがは先が読める。しかしわしはそんなには待たぬことにしたぞ。は、左馬之助がそこまで踏み込むなら、この際一気に片をつけよう。青木様。こやつも先が読める男での。青木、め組に出向いたら構わず巳之助と品、その子供を切れ。は、わしは一帯を仕切って口引けに参り、左馬之助を成敗する。土屋様。左馬之助乱心いたし不届きしのく、よって成敗。直ちに目付方に届け出て、その処置を仰ぐ。しかし土屋様、それでは口引けがお取り潰しに。捨て石が生きておる。今まで役人重役どもにばらまいた黄金色の捨て石がの、たとえ口利きが断絶となるとも、堺奉行の地位はこのわしの手中に必ず転がり込む。必ずの。そうすれば頭もきっと喜んでくれるよ。町中の火消しが立ち上がってくれるよ。おばちゃん、水杯を用意しとくれ。お姉ちゃん、ちょっと大げさすぎるんじゃない。私お奉行所行ってこった。バカ、お上の手を煩わせて何が江戸の町火消しだよ。お役人が来たら帰ってもらいよ。みんな分かったかい。とうとう尻尾出したか。よし、忠相に連絡してくれ。取り戻さず引っ取れ。向かう者は切り捨ててもよいぞ。取れ。さあ、これでご子息様がお戻りになれば、御前様も一安心でございますな。この口利け叔父上などに乗っ取られてたまるか。
お前もいろいろと気を使っているようだが、あまり欲をかかぬことだな。わしの胸三寸でお前を除外することもできるのだぞ。よく存じております。堺にお戻りになられたら一番にオランダの医者を招き、ご養生なされてくださいまし。御前様はまだまだお若い。これからが人生の盛りでございますよ。青木か。叔父上。朽木左馬之助、徒党を組み恐れ多くも国内にて人をなすとはもってのほか、乱心いたしたと見る。後進組支配として召し取る。なるほど、叔父上らしいやり口だな。それほど堺奉行の地位が欲しいか。用紙くれてやろう。だがただではくれんぞ。再会や。お前を道連れにして奈落の底へ落としてやる。来い。お前だろ。お前か。それだろ、貴様。俺は天下の風来坊、徳田新之助だ。朽木左馬之助、土屋十右衛門、西海屋二右衛門、貴様らの悪行すべて見届けた。何？上様、土屋十右衛門、堺奉行の地位を私せんと企み、このような罠を仕組むとは不届き至極、断じて許せん。せめて武士らしくいたせよ。もはやこれまで。こやつはただの風来坊。切れ捨て。俺の命は天下の命、三つ葉葵の風が吹くってな。貴様らごとき悪党どもに俺の命を渡すわけにはいかんのだ。あの子だけは、この朽木家の朽木
家の家督。翔太はその方の子ではない。8年の歳月をかけ地獄のような苦しみから必死に生き、憎しみを忘れ誠の幸せをつかんだ巳之助と信濃の大切な子供だ。その方の子では断じてない。上様、未練がましいぞ様之助。その方も朽木家の当主ならば武士らしく見苦しい振る舞いをいたすなよ。上様、よくわかりました。この命、己の命が尽きんとした時、未練が我を失わせておりました。この上はせめて朽木家の最後のものとしてもせめてこの場にて、この場にて切腹をお許しください。となり、新しい堺奉行が任命された。もちろん翔太は巳之助とお信の実の子として、やがては巳之助の後を継ぎ深川一の大工の棟梁になりそうである。兄さんどこ行ったんだい。おいらに駒の回し方教えてくれるって言ったんだけどな。翔太に教えたらさ、新さん負けちまうから逃げちゃったんだよきっと。あら、そんなこと絶対ないわよ。新さんは逃げたりしませんよ。これで堺の町人衆も安心して暮らせましょう。よろしゅうござりましたな。お、上様、それは。これは深川の大工の棟梁が作ってくれた駒で、江戸一番の幸せを呼ぶ駒だ。おうおう、翔太の駒ですな。うん、やってるよ。うん、お見事。この俺が選んだ道じゃ、たとえ茨の道だとて、決して決して決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか、ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記暴れん坊将軍、次回は南町の城回りの者だ。火急の用がある。どのようなご用件でございましょうか。当屋敷に地雷を仕掛けたという密告があってな。お前たちは表へ避難しておれ。ああ、やられた。役人の身なりをしておれば誰でも天から信じてしまう。なかなか西都の盲点をついたものだ。
今度の店はな、盗人に入られるのはそんな大きな店じゃねえから安心しな。お控えなすって。手前正国は丹波です。ガキの頃からぶり出して喧嘩ば口にゆすりやたかり、流れ着いたるこの江戸で女だてらの白波とせ、呼び名をお蝶と申します。キセイ。次回花も恥じろう白波とせ、どうぞご期待ください。